皆さんこんにちは、ワイワイニュース山崎です。今日は2017年の1月の29日日曜日ですね。時間がまたしても1時間遅れまして、午後3時6分ということで、申し訳ありません。今日は日曜日ですんで、この1週間のメインテーマをまとめた週間レポートということで、先週の日曜日ですね、午後7時から放送しました英日語放送、それから世論調査の発表と月曜日ですね、そして月曜日のメインテーマ日本国憲法のまとめと、から火曜日、世界支配階級が世界各国で、一般庶民を支配搾取する最強の方法とは何かと、それは洗脳であるというメインテーマでしたね。そして、水曜日普通日語放送、これは前日の日本語放送洗脳に関して、まあ、普通日語で、フランス語放送の中でも取り上げたということですね。それから木曜日のメインテーマが憲法違反の大嘘、2つの憲法違反の大嘘を合法化するために、安倍事故ファシスト政権というのは憲法改正という偽名のもとで、これを合法化するんだということがメインテーマでしたね。それからおとといですね、金曜日のメインテーマ、これってインチキじゃないのということで、要するに、日本の内閣の中に入っている国会議員が国会議員を辞めて、いわゆる行政府の閣僚になるというのが、まあ、普通なんですけど、そうじゃなくて、国会議員のまま彼らは立法府、国会議員というのは立法府ですよね、立法府の国会議員のまま行政府の内閣の閣僚として、両方の機能を持っていると、これインチキじゃないというのがメインテーマでしたね。ということで、義行さん信用創造特権剥奪と、ペッパーデコフレームですね。それからお茶配信ありがとうございます、よろしくお願いします。義行さんが今日の週刊レポートのをリツイートしてくれましたね。それから土山純一さんですね、毎日毎日ありがとうございます。お茶が6杯とコンティニューコインが2枚ですね、ということです。今日の週刊レポートを始めたいと思います。そして先週の日曜日、英日語放送のメインテーマ、米国は最高法規である憲法よりもキリスト教という宗教が上位に位置する宗教国家であると、 The United States is a religious state where the religion Christianity is located higher than the constitution which is the highest regulation of the state ということで、まあ、憲法というのはどの国でもその国の最高法規なんですけど、アメリカの場合表向きは立憲主義、憲法が最高の規定であると、法規であるという表向きの顔とは全く別に、実はキリスト教の方が憲法よりも上位に来てんだとこういうことなんですね。で、素朴な疑問ですね、なぜ歴代米国大統領は大統領就任式で最高裁長官に向かってキリスト教の経典聖書の上に手を置いて大統領の任務遂行を誓いを立てるのかということで、画像としてこれは2009年ですね、若き、オバマ大統領がミッシェル夫人が持つ聖書、これはリンカーンが誓約した時の170何年前の聖書を持ち出して同じ聖書の上に左手を置いて宣誓すると、右手を上げて宣誓すると、その宣誓の相手がですね、これオバマ大統領が宣誓する相手は、こちらが写真では頭がハゲてる人間なんですね。これは一体誰なのか、
いうことで、探したら彼なんですね。最高裁、アメリカの連邦最高裁長官、ジョン・ロバート、彼なんですね。彼に向かってオバマ大統領は宣誓したんですけど、その宣誓の根拠、ベースっていうのはキリスト教の聖典バイブルだと。でしかもこの写真で見ますと、ジョン・ロバートという、ブッシュ・ジュニアが最高裁長官に指名した、任命した終身の最高裁判事なんですね。アメリカは9人の、最高裁判事がいますけど、全て、大統領が指名する権限を持っている。それしかも全員が死ぬまで最高裁判事を務めると。その中の長官としてこのジョン・ロバートという人間がずっとですね、このオバマ大統領の2009年の時で、現在もそうなんですね。で、彼が最高裁長官に任命された後の宣誓式で左手に手を置いているのが聖書なんですね。本来だったら最高裁長官ですから、アメリカの憲法の上に手を置いて、左手を置いて右手で宣誓するというのが当たり前なんですけど、実は違うんですね。バイブルの上に手を置いて宣誓するということで、この2つの写真を見ただけでも、アメリカっていうのは一見、憲法が最高を規範として機能する立憲国家であると、法治国家であるというふうに皆さん我々含めて教わってきたんですけど、実は違うんだと、キリスト教の方が上位にあるんだということなんですね。でこの2つの画像をお見せして、それで、トランプかっこつき45代アメリカ大統領と、トランプっていうのは謀略と、それから全くインチキな民意を反映しないアメリカの大統領選挙制度によって、選ばれたインチキ大統領だということで、私は絶対認めないんですけど、多くの方がトランプは正式なアメリカ大統領ではないということで、彼は我々のトランプ is not our president という抗議デモがアメリカ全土で広がったんですけど、彼が1月の20日に大統領就任式で同じように、リンカーンと、それから自分が小学校を卒業した時に母親が送ってくれたとい う聖書、2冊の聖書のトランプ夫人が持ってる2冊の聖書の上に左手を置いて右手で、宣誓すると。その相手が同じ、連邦最高裁長官のジョン・ロバーツという構図になってるんですね。まさにインチキですよね、これね。で、なぜ誰もこのことに疑問を呈しないのか、誰も言わないんですね。Why does not anyone question this? なぜならば、米国は最高法規である憲法よりも、キリスト教が上位に位置する宗教国家だからであると。Because the United States is a religious state where religion Christianity is located higher than the Constitution.Which is the highest regulation of the state ですね。なぜならば米国3億人の実に 40% 以上の1億人以上がキリスト教原理主義福音派が洗脳する以下の大嘘を未だに信じているからだと。 Because more than 100 million people more than 40% of 300 million people in the United States still believeThe following big lies that Christian fundamentalism, evangelical
House is greenwashing. 洗脳してですね。で、このキリスト教原理主義、福音派がアメリカ人を洗脳している大嘘とは一体何かとか、ということで、The first、この世に全知全能の神は存在するんだと。There is a omniscient God in the world. 神は存在する。The second, the God of omnipotence created human beings and the nature world in a week. 全知全能の神は人間と自然界を1週間で創造したんだと。Third, those who do not believe in God are dropped in hell after death. 神を信じない者は死後、地獄に落とされると。Fourth,Those who believe in God will be invited to heaven after death. 神を信じる者は死後、天国に招かれるのという応答ですね。で、最後。Fifth, when the final war breaks out between God, good persons who believe in God and evil persons who don't believe in God, the good person would win.And God would come down and the world would become peaceful. アルマゲドンミットですね。アルマゲドンの神話。神を信じる善良な人間と神を信じない邪悪な人間との間に最終戦争が勃発して、善良な人間が勝利した後、神が降臨して平和な世界になったという、アルマゲドンの大嘘の神話を信じている人が、40% 以上いるという、まさに、洗脳の国だからです。それで米国にはなぜ憲法の番人である独立した憲法裁判所が存在しないのかと。Why is there no not in the United States the independent constitutional court which is the guard of the Constitution?なぜならば、米国は最高法規である憲法の上に、上位にキリスト教が位置する宗教国家だからと。宗教国家だからこそ、宗教裁判所がないんだと。ああ、憲法裁判所がないんですね。Because the United States, because the United States is a religious state where Christianity is located upper than the Constitution, which is the highest legislation. なぜ日本、米国では重大な憲法違反が放置されたままなのか。Why are there serious constitutional violations left in the United States? なぜ米国は無法国家なのか。Why is United States of America a country of lawless state? 無法国家、lawless state. なぜならば、米国には憲法裁判所がないんだと。Because there is no constitutional court in the United States. で、放置されたままの2つの重大な憲法違反があるんだと。その一つ。国の借金は連邦議会の権限であると、合衆国第憲法第1条第8節第2項に明記されているにもかかわらず、米国財務省は毎年莫大な金額の財務省ボンド国債を発行して全てを民間銀行に引き受けさせ、元本返済と利払いを保証して民間銀行から莫大な借金してるんだということですね。Despite being stated in Article 1, Section 8, Paragraph 2 of the U.S. Constitution that the state debt are the authority of the Congress, the U.S. Treasury Department has issued a huge amount of treasury bonds each year, government bond,to make private banks all undertake and has borrowed huge debt from private banks with principal repayment and interest repayment guaranteed.
And the second serious constitutional violation left in the United States.通貨発行権は連邦議会にあると合衆国憲法第1条8節第5項に明記されてもかかわらず、改宗ユダヤ・ロシアド国際金融マフィアは1913年に謀略によって中央銀行設立に関する法律を議会に通過させ、 100% 民間所有の中央銀行 FRB 連邦制度理事会をでっち上げたんだと。Despite being stated in Article 1, Section 8, Paragraph 5 of the U.S. Constitution that the currency issuance right is in Congress, the converted Jewish Rothschild International and Financial Mafia have managed to pass the legislation to create the central bank by conspiracyIn 1913, and the Central Bank of FRB, Federal Reserve Board, was made up as 100% private bank. ということですね。それで FRB が世界基軸通貨であるドルを議会や大統領と一切関係なく独占的に発行してるんだということですね。The FRB is exclusively issuing dollars, which are global currencies, regardless of parliament or of the president. ということですね。吉行さん、ただいま配信中、ロスチャイド金融支配からの解放を説く山崎市民革命理論は、世界救済の最も実際的な最先端理論ではないでしょうかと。ありがたいですね。普通の市民が目覚めれば、可能な理論なのですと。高橋、義治さんも、そういうことですね。ありがたいですね。こういうふうなコメントをいただくということですね。から、ハローさんがお茶が2杯、あ、お茶と、それから ルナレアさんがお茶が3杯、コンティニューコインが2枚ですね。こんにちは、今日もよろしくお願いしますと。ということですね。そういうことなんです。ですから、いわゆる普通の市民が覚醒して、政府とか官僚とか大手マスコミとか学者とか評論家とかシンクタンクとか等々に騙されない賢明な市民に目覚める、そういう人が世界各国で、有権者の1割、日本では1000万人の人々がいわゆる覚醒した、騙されない賢明な市民が登場すれば、今まで登場してないいわゆる政治社会改革の中心勢力として登場すれば、そして4つの信用創造特権を剥奪する、世界支配階級が独占している4つの信用創造特権を剥奪し、我々の手に戻すという市民革命がに成功すれば、世の中は劇的に変わるとこういうことなのね。これが先週の日曜日の日語放送のメインテーマでしたね。そして、翌日ですけど、月曜日に第44回のワイワイニュースネット世論調査の結果を発表したということで、これは1月の19日木曜日から1月の22日日曜日まで、72時間の世論調査、ネット世論調査をした結果ですね。で、テーマは何かというと、1月16日月曜日、安倍内閣支持率 67% に上昇と報道した TBS 系 JNN の世論調査結果をあなたはどう思われますかと。1、民意を正確に反映している。2、共謀罪成立を目指す、目論む安倍内閣の意向に沿ったでっち上げだと。という世論調査ですね。そして回答者数が71名様。ツイッターで69名、E メールで2名ということで、結論としては1、民意を正確に反映している 20%、
に共謀罪成立を目論む安倍内閣の意向に沿ったでっち上げだと 80% ですね。だから71名の回答者のうち、56名が2なんですね、でっち上げだと。そして、14名が民意を正確に反映しているという結果ですね。でもこれは誰が見てもでっち上げだとこういうふうに、思いますよね。そして月曜日の日本語放送のメインテーマは今日の日本国憲法をまとめましたということで、これまで放送の中で、今日の日本国憲法っていうのを取り上げてきたんですけど、その中で重要なもの、重要と思われるものをまとめたということです。で、1,2,3,4,5,6,7 か、8ですね。で、1、歴代自民党政権が言ってきた衆議院の解散権は首相の専権事項は憲法違反の大嘘だということですね。日本国憲法第41条には国会は国権の最高機関であると規定されている。すなわち国会は他の2つの国権である内閣と最高裁判所の上位に位置していることを言っていると。したがって国会の下位に位置する内閣の長である内閣総理大臣が国会を勝手に解散などできるはずないんだと。歴代自民党内閣が自分たちに有利な時を狙って衆議院を解散し総選挙を実施してきたことは憲法違反であり、これまでの全ての総選挙は無効なんだということですね。から2つ目、内閣は法案の起案権も国会への提出権もないと。持っているのは国会と国会議員だということですね。日本国憲法第41条には国会は国の唯一の立法機関であると規定されている。したがって法律の起案と国会の提出は国会と国会議員の職務であると。さらに日本国憲法第73条、内閣の職務には法律の起案と国会への提出は規定されてないと。したがって内閣は法律の起案と国会への提出はできないんです。歴代自民党内閣が法案を自ら起案して閣議決定し国会に提出して成立させ施行してきた全ての法律は憲法違反であり無効なんだということなんですね。から3番目、日本の最高裁判所は憲法の番人を放棄した、あるいは憲法の番人を偽装した憲法の破壊者だと。そっちの方がいいでしょうね。日本国憲法第81条には最高裁判所は一切の法律規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限、法令審査権を持つ終審裁判所であると規定している。すなわち日本の最高裁判所は憲法によって憲法の番人の役割を与えられているが、日本の最高裁判所が戦後一貫して行ってきたことは歴代自民党内閣の憲法無視、憲法違反、憲法破壊を黙認、容認してきたことであり、憲法の番人どころか憲法の破壊者なんだということですね。4番目、日本と米国にはドイツのような独立した憲法の番人、憲法裁判所は存在しないために無法国家となっているんだと。日本国憲法第76条第2項には特別裁判所はこれを設置することはできない、行政機関は終身として裁判を行うことはできないと規定していると。特別裁判所とは何かと、憲法裁判所のことであると。日本国憲法を作成し決定した米国最高級は米国と同じく日本にも従来の裁判所とは完全に異なった独立した憲法裁判所の設置を禁止したの。日本と米国では国の最高法規であるうん、日本と米国では国の最高法規である憲法が時の政権によって無視され違反され破壊されても憲法の番人が存在しないために誰も憲法違反を是正できないと、無法国家になっているということですね。で、5番目、日本の最高裁長官は長官の任命権は内閣が持っている、日本には三権分立の原則は存在しないと。
日本国憲法第6条第2項には天皇は内閣の指名に基づいて、最高裁の長たる裁判官を任命すると規定していると。すなわち日本では最高裁長官の任命権は内閣にあるのだと。したがって三権、国会、内閣、最高裁の位置関係は三権が独立し分立する三権分立ではなく、最上位の国に国会、その下に内閣、その下に最高裁判所が位置する縦系列になっているんだと。日本の最高裁判所が憲法の番人の役割を放棄して歴代自民党政権と米国支配階級の意向に沿った判決しか出さない番犬でしかない理由はここにあるんだと。6番目、米国の最高裁判所判事の任命権は大統領が持っており、米国には三権分立の原則は存在しないと。日本と同じなのね。米国の連邦最高裁判事9名の任命権は大統領が持っていると。米国には独立した憲法裁判所が存在しないために、連邦最高裁判所が憲法の万人の役割を与えられているが、日本と同じく全く機能していないと。なぜならば連邦最高裁判事9名は終身制で任命されれば一生身分が政権によって保障されているからだと。米連邦最高裁判所は日本の最高裁判所と同じく違憲訴訟を全て却下するのが主な仕事であると。で、彼らは憲法の破壊者なんだと。日本とアメリカの2点ですね。7番目、日本の全ての政治家と官僚には日本国憲法を尊重、遵守する義務が課せられているが、罰則規定がないために誰も守らず、逆に憲法を破壊しているんだと。日本国憲法第99条には、天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員にはこの憲法を尊重し、擁護する義務を多く規定されているが、なぜ安倍晋三自公内閣をはじめとする歴代の自民党内閣は憲法改正の偽名の下で日本国憲法を無視し、違反し、破壊して戦前の大日本帝国憲法に差し替える策動が可能となったのか。それは日本国憲法99条の規定の中に、憲法を尊重し擁護する義務に違反した全ての公務員に対する罰則規定が全くないからだということですね。それで最後、8番目、ドイツ憲法。ドイツ憲法には憲法改正ができない永久条項があるんだと。日本国憲法にはないんですね。永久条項とはドイツ連邦共和国憲法ボン基本法の永久条項、憲法改正できない条文とは何かというと、第1条なんですね。人間の尊厳、人権、基本権による拘束。1、人間の尊厳は不可侵であると。これを尊重しかつ保護することは全ての国家権力の義務であると。2、ドイツ国民はそれゆえ世界におけるあらゆる人間共同体、平和及び正義の基礎として不可侵かつ不可条の人権に対する信念を表明すると。3、以下の基本権は直接に提供する法として立法、執行権、裁判を拘束すると。この第1条は決して憲法改正できない永久条項になっていますね。これはもう一つ、憲法第20条。これが画期的なんですね。国家目的、国家の目的規定と、それから抵抗権を認めたんですね。で、20条の1、ドイツ連邦共和国は民主的で社会的な連邦国家であると。2、すべての国家権力は国民から発するんだと。国家権力は国民が選挙及び投票において、また立法執行権及び裁判の個別権を通じて行使されると。で、3、立法は合憲的秩序、執行権及び裁判及び法に拘束されると。で、4ですね。すべてのドイツ人はこの秩序を排除することを基とする何人に対してもその他の救済処置を用いることが不可能な場合には抵抗する権利を有すると。だから人民の抵抗権を憲法の中で保障してるんですね。ドイツ憲法第20条。で、この第20条の1項、2項、3項、4項は憲法改正できない永久条項として保障されているということなんですね。
周平さん、こんにちは。閣議決定なんて独断と偏見の何者でもないですねと、異論を差し挟む余地なし、これでは議会民主主義なんて建前論ですねと、ひどい国になったもんだということですね。だから我々はひどい国に住んでんだと、アメリカもひどいし日本もひどいという自覚が必要なんですね。現在30分32秒、閲覧27名様、計53名様、コメント20件ということですね。で、これが月曜日の日本語放送のメインテーマでしたね。で、火曜日、日本語放送、世界支配階級が世界各国で国民を支配し、搾取する最強の方法とは何なのか、それは洗脳だよということなんですね。世界支配階級、なぜならば世界支配階級が世界各国で国民を支配し搾取する最も理想的な形、すなわち国民が自分たちは権力によって支配され搾取されてはいないと思い込む、自分たちが貧しく不幸なのは自分たちの努力が足んないからだと思い込む、自分たちは全知全能の神に救済されんだと、いつかは救済されんだと思い込むという思い込ませ、洗脳によって、彼らが理想とする支配と搾取の形、理想的な形が実現可能なんだということですね。で、洗脳は5つの分野で洗脳があるということで、1、カルト宗教による宗教洗脳ですね。これは非常に、根深いものですね。世界支配階級はユダヤ教原理主義、キリスト教原理主義、イスラム教原理主義、日本の天皇教、国家神道、創価学会、統一教会、幸福の科学、成長の家、成長の家などのカルト宗教をでっち上げ、カリスマ宗教指導者を全知全能の神に仕立てて、信者に信じ込ませ、信者の人格と財産と命を全面的に支配してんだというカルト宗教による宗教支配ですね。から二つ目、大手マスコミによる情報操作による情報洗脳と、世界支配階級は自分たちが世界各国で国民を支配し搾取している事実真実を隠蔽するために大手マスコミを買収して情報操作による情報洗脳を毎日行っているんだと、失業や不況や貧困やテロや戦争などの不幸や悲劇の真の原因は決して報道されることはないんだということなんですね。から3つ目、御用学者や御用研究者の学説によるイデオロギー洗脳と、世界支配階級は自分たちが世界各国で国民を支配し搾取している事実真実を隠蔽するために学者や研究者を買収して失業や不況や貧困やテロや戦争などの不幸や悲劇を解決して人類を解放する学説やイデオロギーを捏造させ誤った解決に導くんだと、まあ、これの典型的なものが社会主義、まあ、あるいは共産主義ですよね。マルクス・エンゲルスが、説いた、要するに、この世の中に搾取とか支配とか貧困とか奴隷化とか疎外とか等々が生じている原因は生産手段を一握りの資本家階級が独占しているからだと。ですから労働者が団結してプロレタリア革命、共産主義革命を起こして生産手段を資本家階級から剥奪して自分たち労働者階級がに、移管すれば支配がなくなり搾取がなくなり理想的な社会主義社会共産主義社会ができるんだと、こういうことで、ロシア革命あるいは東欧革命、中国革命等々を実際に起こしたんですね。でも結局共産主義は私有財産制の廃止ということを謳ってますんで、ロシア革命あるいは東欧革命
社会主義革命によって、共産党の一党独裁国家が誕生するということになると、私有財産制を廃止して全てのその国あるいは国民の資産を一握りの共産党一党独裁の手に渡るようにする。で、ほとんどの、共産主義革命社会主義革命を行った人間たちはユダヤ、改宗ユダヤ、ロシアで国際金融マフィアが仕立てた工作員だったというところで、結局共産主義社会主義の理想的なイデロギーによって実現した共産主義国家社会主義国家がの全ての財産は結局は一党独裁の一握りのプロレタリアットのエリート、実は改宗ユダヤ人の手に懐に転がり込むというような仕組みになってたんですね。から4つ目の線の学校の教師と教科書による教育線だと。世界支配階級は学校教育の中で御用学者や御用研究者の学説を教科書に掲載して、子どもたちに一方的に、教師に洗脳させて、世界支配階級は望む人材を育成してるんだと。こういうことですね。だからその典型が、日本の教育ですね。学校の教育で、いわゆる教科書、文科省が検定して、いわゆる御用学者や御用研究者の学説しか載せないと。で、それを教員がですね、学校の教師たちがその教科書の書かれていることを忠実に一方的に、学校で子どもたちに、教え込むと、一方通行なんですね。で、子どもたちがもしも先生この教科書に書いてる例えば明治維新が日本がアジアで唯一近代国家として、近代国家になるために行ったいわゆる下からの、民衆革命だったんだというふうに書かれてますけど、本当にそうなんでしょうかと。これは当時の英国政府と英国政府を実質的に支配してた改宗ユダヤ、ロシアで国際金融マフィアたちが彼らを支援し、財政援助し、軍事援助し、戦略指南をして軍事クーデーターを起こさせて、江戸幕府を倒したんじゃないですかと。例えばですよ、そういう質問を例えば高校生が歴史の教あるいは政治の授業の中で先生に正すわけですよね。そうすると先生は、お前そんなことを教科書に書いてないことを言うなと、時間の無駄だと、お前がこういうことを言うのは意図的に授業を妨害してんじゃないかと、そんなやつは教室から出てけと、こういうふうにして排除されるんですね。ですから一方的なんです。いわゆる子どもたちの素朴な疑問とか批判にを一切許さない、こういうのが日本の典型的な詰め込み 教育なんですね。そして、定期的に期末とか中間試験とかあるいは入学試験とか卒業試験で、自分たちの学説、教科書に書かれている学説が子どもたちが忠実に、頭の中に入れて洗脳されているかどうかをチェックするのがそういう試験なんですね。ですから、私がよく言うのは宗教の中で教会があって牧師がいて聖書があるというのと同じように、日本の洗脳教育、学校教育の中では学校があり教師がいて教科書があると。それはそれぞれ宗教の洗脳と全く同じで、学校と教会が同じだから
教会の牧師と、学校の教師が同じ役割、そして、教会のバイブル、聖書と、それから学校の教科書は同じと、こういうことなんですね。で、5、家庭の親による子供への常識洗脳と、これが大きいんですね。世界支配階級は家庭の日々の生活の中で、いわゆる世の中の常識、世間の常識を親が子供に教え込むように誘導しているんだと、こういうことなんですね。ですから親は子供の時にその親の親に同じように、世間の常識を教えられたということで、世代ごとにずっと継承される、いわゆる世の中の世間の常識ということが洗脳のとどめになるわけですよね。吉行さん、5つの理念は変えられないドイツ、憲法改正ドイツ58回なのに日本は0回、これおかしい、争点憲法改正、ハフィントンポストということですよね。でこれらの洗脳を阻止し、世界支配階級による支配と搾取を終わらせるには、まず政府や政治家や官僚やカルト宗教や学者や教師や大手マスコミの嘘に騙されない賢明な人間をできるだけ多く育てることだと。賢明な人間を多く育てるための最強の武器は、個々の人が、個々人が家族や友人や知人を誘って家族勉強会や草の勉強会を全国津々浦々に立ち上げて、世界支配階級によって意図的に隠されている歴史や現実の事実と真実を自分たちで知ることだと。そしてその力を政治勢力として結集して、全国で市民革命党を結成して、自分たちの代表を地方議会と地方自治体に送り込むと。そして市民革命党の代表が衆議院と参議院で多数派を取って、市民革命政権を樹立して国民に約束した市民革命党の4つの信用創造特権の廃止とか、天皇制の廃止、日米安保条約の廃止、永世中立宣言、日本国市民憲法の制定などの政権公約を実行することだ。これこそが日本の市民革命なんだ。こういうのがこの時の火曜日のテーマでしたね。ということで、で水曜日、普通日語放送ですね。これは最強の方法とは何か、それは洗脳であるというのをフランス語放送の中でも取り上げたと。ケレラマニエオラプルフォクトドラクラスディヘジョンドモンドアドミネエデクスポアテレジャンダンシャクペイドモンドセタンラバージュセルボー、ラバージュ・ド・セルボー、洗脳なんですよ、まさに。ラバージュってのは洗うと、セルボーってのは脳を洗うと、日本語と同じですね、洗脳。なぜならば、洗脳によって支配支配階級は世界各国で人々を支配し搾取する最も理想的な形が可能となるんだと。理想的な形は何なのと。洗脳によって人々が他の誰かに支配され搾取されているとは思わないようにすることが可能となると。だから洗脳によって自分たちが貧しく不幸なのは自分たちの努力が足んないからだと思い込ませることが可能なんだと。で洗脳によっていつか不幸な自分たちを誰かが救済してくれるんだと思い込むことが必要なんだと。自らが戦いに決起するという意思を奪うわけですよね。全知全能の神がいて、その神が我々を救ってくれるんだという根拠のない幻想を与えるというのが洗脳によって可能なんですね。で洗脳には5つあるということで、先ほど言いましたようにカルト宗教による洗脳と、それから大手マスコミによる情報操作の洗脳と、
それから御用学者や御用研究者によるイデオロギー洗脳があると。4番目、教師と教科書による学校教育洗脳があると。で、とどめ、5番は親による子どもたちへの常識洗脳があると。そうですね。で、これらの洗脳を阻止し、世界支配階級による支配搾取を終わらせるには、政府や政治家や官僚やカルト宗教や学者や教師や大手マスコミの嘘に騙されない賢明な人間をデグダコを育てることなんだということですね。プロアンペシェセラバージュデセルフエメトファンアラドミナションエデクスポータションパラクラスデレニアントモンディアルイレアンディスポンサブルデベロペオートンクポシールレゾムサージュ、賢明な賢い人々レゾムサージュキムソンパベルネパーレマンソンチュグベルモンエデポリティシャンエデビオクラットエデラクルトホリジュースエデユニベーステエデシェクシューエデアンセニョンエデウォンメディアということですね。で、これを私が定期購読しているメディアパールというフランスの調査報道新聞の投稿欄にこのフランス語の記事を投稿したんですね。現在今までで43、4件の記事を投稿してますね。で、結構反応があるんですね。で、木曜日、日本語放送、これ重要なんで、安倍自公ファシト政権が急ぐ憲法改正の最大の目的は、2つの憲法違反の大嘘を合法化することなんだということで、で、画像ですね、これが自民党の憲法草案の比較なんですね。で、1つが憲法第54条ですね。これは衆議院の解散に関してなんです。これですね、比較表なんです。憲法で、こちらにあるのが自民党の憲法改正案ですね。54条の最初、一番最初に、衆議院の解散は内閣総理大臣が決定するっていうのが挿入されてるんですよ。で、当然ながら今の衆議院の解散に関する54条はそんなこと一切書かれてないのね。これは一体何なのかということですね。それから2つ目、憲法第73条で内閣の職務ということで、自民党憲法改正案にはさりげなく5つ目の内閣の職務の5つ目の中に予算案及び法律案を作成し国会提出すると。で、こっちは現行なんですね。現行の第5項目予算案を作成して国会に提出する、これが現在の日本国憲法なんですけど、彼らは予算案及び法律案ということで、法律の起案権もこっそり入れ込んでると。これは一体どういうことかということなんですね。歴代自民党政権が公然と破ってきた2つの重大な憲法違反の大外は、1、首相に衆議院の解散権が解散権はないのにあると言っているのね。から2つ目、内閣には法案の起案権と国会の提出権がないにもかかわらずあるという憲法違反の大嘘をついてきたと。それを安倍自公ファシト政権が憲法改正を急ぐ最大の目的なんですね。これを合法化するということなんですね。で、戦後の自民党政権が日本の政治を独占して民意に反した好き勝手な政治をやってこられた元凶というのは何か。これはこれら2つの重大な憲法違反の大嘘が是正されることなく公然と実行されてきたからなんだということなんですね。
だから本来の日本国憲法の規定では、首相には衆議院の解散権なんかないんですね。それをあるというふうに強弁して、実際に野党がバラバラ、野党に金がない、野党が選挙対策、選挙の準備ができないという野党の弱みをつけ込んで、衆議院を勝手に解散して、総選挙に持ってって、で政権予定の与党のあらゆる権力と、それから利権、特権、不正選挙、ありとあらゆるものを動員して、総選挙を戦えば勝つのは当たり前と、こういうことなんですね。ですから戦後70年間、2度の例外を除いて、すべての選挙で自民党、あるいは自公内閣が、政権が選挙に勝ってきたというのは、彼らが国民のために良い政治を行ってきたから選挙に勝ったんじゃないですね。野党がの足元を見て、勝手に憲法違反し、大嘘の解散権が首相にあるんだという嘘をついて、無理やり衆議院を解散して、総選挙に持っていくということだったんですね。それと内閣に法案の起案権も国会の手付けもないにもかかわらず、ほとんどの法律を彼らが官僚に書かせて、それを閣議決定して国会へ提出して、形だけの国会答弁をして、最後は強行採決で成立させてきたというのが現実なんですね。で、その憲法違反の根拠ですけど、最初の首相には衆議院の解散権がないというのは、さっき言いましたように、憲法41条、国会は国権の最高機関だという規定で明らかなんです。この規定によれば、国会、内閣、最高裁判所の3つの国権の中で、最高機関である国会が最上位に位置し、その下に内閣と最高裁判所が位置することになる。すなわち国会の下位に位置する内閣の長である首相が、上位の国権の最高機関である国会を自分たちの都合で勝手に解散することなどできるはずないんだと。で、歴代自民党政権内閣の首相は、衆議院の解散権は首相の専権事項であると、大嘘をついて、選挙準備ができてない、資金がない、まとまりがなく、バラバラであるという状態の野党の足元を見て、衆議院を解散し、莫大な税金を使って750億と言われるんですね、1回の総選挙を強行してきた。歴代自民党政権が政権与党のあらゆる権力と利権と不正を駆使して、衆議院選挙を戦えば勝つのは当たり前だと。自民党政権と自公連立政権が戦後2度の例外を除いて、すべて総選挙で勝利して日本の政治を独占してきたのは、彼らが国民のために良い政治を行ってきてからではなく、自分たちの有利な時に意図的に衆議院を解散して総選挙を仕掛けてきたからであるということですね。それから2つ目の、内閣には法案の起案権と国会の提出権はないということの法的根拠ですけど、これは日本国憲法第41条の、国会は国の唯一の立法機関だという規定にで明らかなんですね。この規定によれば、法律の起案と議会の提出は国会の職務なんですよ。だって国会は国の唯一の立法機関だって規定されてるんです、41条。また日本国憲法第73条、内閣の職務の中に7つの職務が書いてあるんですけど、法律の起案や国会の提出は全く規定されてないと。これらの職務は内閣の職務ではないことがはっきり規定されていると。歴代自民党は、政権は法律の起案と国会の提出は内閣の職務であると仰せついて、ほとんどの法律を内閣で議案して、閣議決定し、国会へ提出して、形だけの審議をして、最後は数の力で成立させてきたんだと。歴代自民党政権及び2012年12月に発足し、現在まで続く安倍自公ファスト政権が起案し、成立させた全ての法律は無効なんだと。
ということですね。サイダリアさん、お茶が2杯ですね。これ吉行さんのコンチニコですね。からシカゴさんが放送中、今日のメインテーマ、週刊レポートですね。から周平さんコンティニューコイン2枚、シカゴさんコンティニューコインありがとうございます。コインとよろしくお願いします。吉行さん、動画初めて明かされる安倍憲法改革の根本的な機関性、山崎康彦氏異議申し立てということですね。周平さん、憲法、自民憲法改正草案54条にあえて書き込まれているのは現憲法には存在しないことのないのに証拠と、首相の解散権は先行事項という矛盾と。そうなんですよ。だこれ明らかなんですけど、いわゆる護憲派の憲法学者は誰も言わないんですね、このことを。何なんだと思いますね。それから山本太郎氏とか、あるいは小沢一郎さんとか、いわゆる護憲派の反事項、安倍事項、ファシスト政権に真正面から切り込んでる野党政治家も言わないんですね。私は山本太郎氏に直接偶然東京地裁で会ったんで、5分か10分説明したんですね。この2つの大嘘、憲法違反の大嘘を正面から国会で取り上げれば自公政権を倒せますよというふうに言ったんですけど、彼はその後一切このことに触れてないんですね。だから吉行さん、自民党が主張してきた衆議院の解散権は首相の専権事項が憲法41条、国会は国権の最高権であって国の唯一の一歩権などに違反する憲法違反であり大嘘だということですよ。周平さん、都合の良い回答に沿わないものは排除、落第の対象に何の疑問も持たないイエスマンが優等生のレッテルと、想像力に欠けた、そういうことですよ。人間は想定外に対応できない日本のエリート集団と。だから東京大学法学部に、合格する人間というのはまさにこういう人間ですよ。イエスマン、想像力がないと。だから想像力がないから想定外の事態に対しては答えがないと。教科書に書かれていること、あるいは先生が言うこと以外のことは彼らの頭の中に入ってないと、こういうことなんで、いわゆる東京大学法学部卒業のエリート、かっこつきエリートが日本を破壊するということでしょうね。吉行さん、コンティニューコイン。で、内閣の法案提出権の根拠法を違憲訴訟と、内閣法5条か、内閣総理大臣は内閣を代表して内閣が提出する法律案、だここにもまさに憲法違反の法律案というのを自民党政権がこの憲法、内閣法を作ったんで、これ自体憲法違反なんですね。法律案を紛れ込ませる、さりげなく。それを憲法に、改正しようということで、ね、逆なんですよね。この内閣法自体が、5条自体が憲法違反ですから、この法律案というのは、削除しろというのが、日本の最高裁の長官、判事が言うべき、違憲判決なんです、これ。でも彼らは一切、歴代自民党政権の法律違反、法律無視、憲法破壊を黙認、要するに容認してきているということで、こういう明白な憲法違反の 法案がそのまま一人歩きしちゃっているということでしょうね。ということで、シカゴさんが自民党が主張していたと。国会が最高機関で首相に解散権がないと、 CIS パイ吉田内閣が前例抜き打ち解散作ったということですね。
それでなぜ日本では2つの重大な憲法違反が歴代自民党政権によって公然と破られても誰からも批判されず容認されてきたのか。最大の理由は日本には本当の意味の憲法の番人がいないからと。独立した憲法裁判人が存在しないからと。存在するのは偽装した憲法の番人である憲法破壊者でしかない。最高裁判所しかないからだ。第二の理由は本来憲法違反を追及し是正しなければならない野党政治家や憲法学者やマスコミや評論家や市民活動家らがこのことを一切取り上げようとしないからだ。彼らは御用学者や大手マスコミによって衆議院の解散権は首相にあり法律の規範と国会の提出は内閣の所在だという大嘘に洗脳されたままか、あるいは知っててもあえて取り上げないタブーだと言って取り上げないのかどっちかですよね。そして新しくイギリスですね。イギリスでは2011年に法律で首相から議会解散権を剥奪して国会に戻したんですね。で英国では2011年に国会会期固定法という法律が制定されたと。これは連立内閣の保守党と自由党、この連立内閣の中でそれまで憲法修改で議会の解散権は事実上首相の手に委ねられていたものを首相から剥奪して議会の会期を5年間にしたと。で5年間の間は解散がないというふうにしたんですね。で、5年ごとに総選挙は5月の第1木曜日に行うことが定められたと。これは画期的なんですね。で、このことは日本の野党政治家や大手マスコミ、憲法学者、評論家、市民活動家は全くというほど重要情報として取り上げていないか、取り上げていないんですね。で、大手マスコミは一切この報道をしないと。だから日本国民は知らないと。私も知らなかった。まさに画期的なことをやったんですよ、イギリスで。で、イギリス、英国では、マグナカルト、カルタ以来、権力を分散させることで立憲君主制を維持してきた歴史があり、権力は抑制して使うという政治文化が定着しています。英国では、首相が党利党略のため、また自分勝手な都合で国民の意思に反して干渉に踏み切る場合、まさに日本はその繰り返しですよ、自民党政権が。党利党略のため自分勝手な都合で国民の意思に反して解散に踏み切る、その繰り返しなんですね日本は。でもイギリスはその場合憲法の条文に反するとして解散権は首相から剥奪される、君主の手に、戻されるという考えがもともとあったんです。それを君主の手に、戻すということではなくて、もう会期を5年にして、首相が勝手に解散できないようにするという法律を作ってそれを実行しちゃったということなんですね。で、日本の歴代、自民党政権は衆議院の解散権は首相の専権事項であるという憲法違反の大嘘をついて党利党略のため自分勝手な都合で国民の意思に反して解散に踏み切ってきたんだと。英国では5年の議会会期内に議会が早期解散されるのは以下の2つの場合のみで、いずれも解散権というのは議会自体にあるんですね。で、例外的に早期解散される場合、1、内閣不信任案が可決された後、新しい内閣の信任決議が可決されないまま14日が経過した場合、その場合総選挙になる。から2番目、下院議員の定数の3分の2、434議席以上の賛成で早期総選挙の動議が可決されたと。だからどっちにしても議会の解散権というのは例外的に早期解散される場合は2つの例外的な場合でいずれも議会自体が決めんだと。内閣ではない。だから日本の内閣が勝手に、自民党政権が勝手に自分たちの都合のいい時に、衆議院を解散して総選挙を行うと。そしてありとあらゆる政権与党の持ってる権力、利権、特権、不正選挙を
駆使すれば勝つのは当たり前ということなんですね。それで結論としては、歴代自民党政権が公然と破ってきた2つの重大な憲法違反の大嘘。1、首相に衆議院の解散権がないにもかかわらずあるということ。2、内閣には法案の起案権と国会の提出がないにもかかわらずあるということ。正面から批判し、是正し、首相から憲法違反の機会が、議会解散権を剥奪できる勢力というのは、中心勢力というのは我々覚醒した市民革命派しかないんだというのが結論なんですね。憲法裁判所、韓国では6月革命により通常の最上級裁判所である大法院とは別に憲法裁判所が設置された。そうなんです。1908年の民主化革命なんですね。これ勝ち取ったんですよ。韓国もなかったんですよ、憲法裁判所って。それで20日間の全国民の戦いによって、前途官大統領から情報を引き出して、大統領選挙を直接選挙制に変えたんですね。それとこの憲法裁判所を設置したという画期的な民主化革命を成功させたために、韓国は今のパク・クネ大統領に対する不正、権力犯罪を徹底的に追及するということが可能になったんですよね。日本は一度も国民一般大衆の力で、政権を倒したことがない。政権、自民党政権を戦いによって、彼らの不正あるいは憲法違反あるいは、国家犯罪等々を追及して、自民党政権を倒したことはないんですよね。だから日本には憲法裁判所がないとこういうことですよね。その差っていうのは非常に大きいですね。憲法裁判所、違憲選挙で選ばれた安倍違憲政権がその憲法を改悪する茶番は憲法裁判所がないからと。記者手帳、日本にはない憲法裁判所、ハンギョラ新聞ですね。いい記事ですよね。吉田茂、バカ野郎解散ということですよね。ルナレアさん、国会派や議員や学者が自民党の憲法違反に触れないのは何故なんでしょうか。何か都合が悪い理由があるんでしょうかと。何かあるんでしょうね。だから表向きは県県学外でやってますけど、裏では55年体制と同じように当時の自民党とそれから社会党ですよね、国会内では県県学学の殴り合いの対立までしてても、その日の夜は赤坂の料亭で今日はどうもご苦労さんでしたと言って飲み会をして慰労会をしてまた明日頑張りましょうというプロレスと同じですよ。やらせをしてきた。それが今でもずっと続いてるんじゃないですか。結局官房機密費15億円それが流れてるんでしょうね。あるいはありとあらゆる違憲特権で買収されてんじゃないですか、ほとんどの国会議員が。だから何も言わないんじゃないですか。6月民主化と構想とは、韓国とは大統領直接選挙制度、改憲実現等の一連の民主化処置を約束する 6.29 宣言を前途間政権が引き出し、憲法裁判所に、これは画期的ですよね。20日間ですよ、たった。でこれが可能になった背景っていうのは、あのソウルオリンピックがその年の7月以降スケジュールになってるから、本来だったらそれがなければ前途間っていうのはものすごい独裁、軍人ですよね。で
大弾圧をして、力で潰すということが国際世論の注目の的になった韓国ではできなかったということが非常に大きいんじゃないですかね。まあ、当然ながら韓国民が一致団結して、いわゆる反前途感、政権打倒闘争に、なんか 1000とか2000の市民団体が一つに結集したんですね。韓国の場合、あの反対闘争の市民運動、組合等々が一致団結できるんですね、韓国の場合。日本はできないんですね。常にバラバラになっちゃうんですね。その差はもうあるんですよね。シカゴさん、憲法裁判所、ウィキ、保有国、ドイツ、フランス、イタリア、豪州、韓国、スペイン、タイ、チェコ、ハンガリー、ペルー、ロシア、台湾。ただタイの憲法裁判所っていうのはその上にあの王様がいますんで、有名無実ということでしょうね。だ一番機能してるのがドイツでしょうね。500以上の 憲法違反をドイツの憲法裁判所はこれまで、判決を出してきたという実績があるんですね。から立憲主義の骨抜き憲法、憲法第76条第2項、特別裁判所を設置できないため、日本では憲法裁判所を設置できない、米国に仕掛けられた憲法無視できる、憲法という、ユナレアさん、反自民勢力からも、歴代から続く利権があるんでしょうか、そういうことですよ。やらせなんです。フローレスなんです。で、大手マスコミはそれを、与野党対立という構図で、報道するから、その裏を一切言わないから国民は、騙されると。それから金曜日ですね、日本語放送、これってインチキじゃないのと。日本の閣僚、行政府は国会議員、立法府を兼ねていると。これがそうですね、この写真を見て、これよく出る写真なんですけど、これを不思議と思わない日本国民。これ安倍晋太郎が衆議院の自分の議席、他の隣に石破がいて、あるいは向こう側に、麻生がいるという、安倍内閣の全閣僚が自民党国会議員のを兼職してるんで、自分の席持ってるんですね、衆議院の中に。そして自分たちが提案した法律をの採決の時に、閣僚席から戻って自分の衆議院の議席に戻って、そして、起立して賛成すると。そして終わったらまた、内閣の大臣の席に戻るという、これインチキじゃないのと。こんなことありえんのと、こういうことですよね。立法府の国会議員が首相大臣、副大臣、行政官、官房長官、官房副長官、首相補佐官などの職務で内閣、行政府のメンバーになった場合、国会議員を辞めるのは三権分立の基本原則で当然なんですけど、日本では国会議員出身の閣僚全員が国会議員の身分のまま、議員バッジをつけたまま、法案の投票権も持っていると。ということで、この、不思議な写真になっちゃうんですね。で、立法府の国会議員が行政府の内閣に入閣して首相大臣その代になっても国会議員を辞めないで兼職し、立法府と行政府の両方を掛け持ちしている日本の現行制度は全くおかしいと。これは日本国憲法の何の根拠も なしに歴代自民党政権を勝手に編み出した利権特権なんだと。フランスでは国会議員が内閣に入閣する場合、必ず国会議員を辞職するのが当たり前だと。当たり前なんですよ。で、この参考記事として、フィヨンという、今度の4月のフランス大統領選挙の最有力保守系の候補、彼にスキャンダルが発生したんですね。で、妻に給与を支払うと、最有力フィヨン氏に疑惑、米大統領選挙ということで、時事通信1月25日。この記事の中に、
フィヨン氏が閣僚辞任のため2002年に議員を辞職したらという一文が載ってますね。だからフランスでは当然なんですよ。国会議員が内閣に指名されて、内閣府の中に大臣等々で入る場合は国会議員を自ら辞職するんですね。そして必ず国会議員は代理人というものを選挙の中で指名して、万一自分が内閣の閣僚として指名されて国会議員の資格を失った場合は、その代理人が国会議員になるという制度がちゃんとできてるんですね。で、この文章ですね、さらに不審なことだが、このことに疑問を呈し批判して是正しようとする人が野党議員、憲法学者、マスコミ評論家、オピニオンリーダー、市民活動家の中で誰もいないと。これは昨日の放送のメインテーマだった2つの重大な憲法違反の大嘘、首相に衆議院の解散権はないのにあるという、内閣に法案の規範権と国会の提出権がないのもあるというに対して、誰も疑問を呈さない、批判しない、是正しようとしないというのと全く同じ現象でしょうと。で、これらを是正できる中心勢力は結局我々覚醒した市民革命しかないということなんだというのは、金曜日のメインテーマの結論でしたね。周平さん、ネトウヨワたちは韓国叩きに躍起になっていますが、憲法を探しがある韓国のない日本をどう見てるんでしょうかと。そうですよね。よっぽど韓国の国民の方が民主主義、主権在民の点ではよっぽど進んでますよ。しかもさ、日本には日米同盟、日本占領に反対する政権が生まれたら米軍が政府を転覆させるテロが用意済みという、スノーデン、もう始まってますね。これぜひ、見たいですね。オリバー・ストーン監督の27日から始まってるんですが、昨日、おとといから始まってるんですよね。ということです。ということで、今日の日曜日の週刊レポートは、の放送はこれで終わりですね。77分42秒、閲覧50名様、計112名様、コメント47件ということで、現在は午後4時23分になりましたね。ということです。まあ、ネトウヨというか、その在特会、在日特権を許さない市民の会とかの在特会、桜井とかいう元代表、ルナレアさん、本日ありがとうございました。で、彼らがいわゆる在日の特権を最大限、享受しているのは、在日韓国人であり、在日朝鮮人であり、在日中国人だというふうに言ってますけど、まあ前から私言ってるのに言ってますけど、在日特権を最大享受してるのは在日米軍ですよ。アメリカですよ。なんで彼らはアメリカと言わないのと。在特会。なぜアメリカ批判しないの。在日米軍が100カ所以上の軍事基地を持って、年間6500億円という莫大な、いわゆる思いやり予算という駐留経費を日本政府が払って、そして年間1兆円以上の米軍の兵器を買って、そして100カ所以上の在日米軍基地施設の中で治外法権で何度もやれるということをやってるわけですね。で、このスノーデンの映画の中でも出てくると言われてますけど、彼は2年間、米軍横田基地に CIA の情報工作員として勤務したと。で、彼がやったことは一体何だというと、日本に反米政権ができたときに、ありとあらゆる基本的な、いわゆる港湾とか交通とか、ビルとか電気とかガスとか水道とか、ダムとか、
等々の中に、機能停止のスパイ、ソフトを埋め込んで、稼働させると。ですから反米政権が できた途端日本経済は全面的に停止するような工作を彼はしてたと。おようなんだ。これこそはまさに、日本の現状ですよ。そのことをネトウヨあるいは在特会等々はな一言も言わないということですよね。ということで今日の放送は終わりです。今日7時から英日語放送をやる予定ですね。まあ7時半とか8時になっちゃいますけど、もしよろしければ合流してくださいということですね。安倍晋三なんか行政府の長になったら国会議員を辞職させれば早く質問しろなんて言わなくなるということですね。情報は国民のもの。今日はライブで拝見見ました。ナさんですか、ミスナさん、シカゴさん、必見、再投稿消される前に市長オリバーストーン監督の日本への警告ですね、はい、インタビューですねということです。81分28秒、閲覧49名様、計115名様、コメント51本、たくさんのコンティニューコインとコメントとお茶ですねいただきました。周辺でありがとうございましたということで、今日の昼間の放送はこれで終わりです。また夜のバイリンガル英日語放送よし、もしよろしければ合流してくださいということで、です。お疲れ様でした。